若狭の国は古来より多くの大陸文化や食材を奈良や京都に運び、日本の玄関口として栄えてきました。海と都をつなぐ佐波街道沿いには数多くの往来文化が今も人々の生活に息づいています。1500年続く都との交流の道、佐波街道。今も若狭には都との交流から生まれた往来文化遺産群が伝統を守る人々の生活の中に息づいています。